すずです。お魚キラー仕掛けまして結果を今から見たいと思っております。今日も安定の濁り、あ、なんか浮きがある、浮き落ちてる。じゃあ3ポイントなんですね、浮きが落ちてるってことは。さあ上げてみよう。テレレレン、ダメっぽい。これめっちゃ浮いてるやん、めっちゃダメやんか。くっそー、アウトやね。はい、現場に着きました。鈴です。お魚キラー回収しに参りました。ここのところね、ちょっと雨が降っていたのでどうなるのかなと思っておりますが、地形が変わってるような気がする。どこだったっけ、あれ、こんなに深かったかしら。あった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 、ここにあった。さあかかっているのでしょうか。おー、なになになに、どうなってんの、どうなってんの。おおおお、お魚が入ってるよ。やったー、お魚キラー大成功じゃないですか。ちょっと見づらいんで入れ替えますね。はい、ということで鈴さんのお魚キラーがなんと入っていましたね。じゃね、仕掛けこうやればすぐ取れると。やばいな、やばい、なんとかった。魚逃げちゃった、お魚キラーうまくいったのに魚逃がしちゃった。エビ、エビをゲットいたしました。あ、エビ2匹入ってる、見えます？エビ、エビ取れた。ということで、とりあえずお魚取れたんですけど、水きれいにしようと思ったら逃げちゃいました。ということでエビさんが2匹、川エビなのかな、見える、こいつこいつこいつ、おー、というご報告でした。メダカ逃げられちゃったからさ、もう一回チャレンジしよう。ということでまた仕掛けてみましたので、次こそ皆さんに見せられるようにします。以上、スズランでした。この間さ、一人やってたらさ、テンション低いってさコメントいただいてますから、低くないんだけど、一人で喋ってたらおかしいじゃない。